本多忠勝は1548年三河の国現在の愛知県岡崎市で生を受けました。戦国最強の武将として名高い本多忠勝は63年の生涯で57回の戦に参加し、一度も刀傷を負わなかったという話が伝わっています。また徳川四天王の一人であり、織田信長からは家実兼備、豊臣秀吉からは天下無双と称えられました。本多忠勝ゆかりの史跡は岡崎藩上屋敷表門です。関ヶ原の戦いに勝利した徳川家康は桑名10万石を本多忠勝に与え、桑名藩が立藩しましたが、その後紆余曲折を経て忠勝系本多家宗家は岡崎藩5万石の藩主として存続しました。その江戸屋敷にあったのが岡崎藩上屋敷表門になります。大名工事にあった本多家の屋敷は明治維新を迎えて藩主が退去、現在は赤坂の地で岡崎藩上屋敷表門は国の重要文化財になっています。